どうも、ジャムスゲームス 4MGCTV マルベリーでございます。ベインロジックやっていきましょう。今日はですね、久しぶりにツイキャスで同時放送&収録を行っております。前回の動画はマーケットからこのグローリーボックスね、カード入手カードコレクションからグローリーボックスを引くっていうのをやってみたんですが、どうしてもですね、キャンディーポシカ、の2のスキンが欲しいということで、あ、ヒーローじゃねえや、スキン入手、キャンディーコシカの2、まあ、はたまた3まで欲しいんですけど、とりあえず2を目指して、カードが欲しいと。で、ちょっと挑戦してみようかなと思うんですが、そもそもですね、キャンディーコシカの1をまず解放してないと、2が解放できないんですよね。なので、ちょっと今回はですね、アイスクリームという名のね、課金をして、キャンディーコシカのまず1を解放し、で、スキン入手じゃない、カード入手で、この IC ボックスを引くという動画にしたいと思います。で、まだ課金しておりません。ここで IC を購入という形でね、ここから購入できます。600グローリー、1200グローリー、2400グローリー、6000、グローリーじゃねえな、6000円、1200円、2400円、6000円、11800円と、11800円、素晴らしいね。まあ今回はちょっと必要最低限で2400円の課金をしたいと思います。ということで一旦課金をするので、動画の方は編集でカットします。YouTube じゃねえや、ツイキャスの方は一回画面が落ちます。一回画面落とします。よし、はい、ということで、画面来まして、アップ内課金を入手ということで、2400円で購入します。か、購入する、購入しちゃいました。待機中、ありがとうございます。購入手続きが完了しました。ということで、お待たせいたしました。来てますね。2640グローリーに右上がなっております。で、まずはスキンを入手しましょう。キャンディーコシカ、これを 900IC で買います。 IC と交換でキャンディーコシカをアンロック。 900IC でアンロックしますかと。現在 2640IC 持ってます。アンロックしましょう。Tier 1 skin unlocked. Tier 1 skin なんとか。なんて言ったかわかんない。完了。スキンをアンロックしました。やったー。キャンディーコシカ1が使えるようになりました。それでですよ。続いてですね。現在、スキン入手で、あ、戻っちゃった。キャンディーコシカの今1を解放したので、これで2の、キャンディーコシカがウィーブできるようになりました。で、残りがキャンディーネックレスが5。スモークレーザーが2、グルーブサンダーシェイクが3、レコードスクラッチが1っていう感じなんですよ。まあこれでカード入手ですね。で、この IC ボックス479を、2回かな、ちょっとね、あの、別にキャラクターも1個解放したくて、とりあえず2回挑戦したいと思います。で、2回挑戦してただけでは、まあ、解放できないんですけど、まあ、全部ね、あの、キャンディーコシカの必要な素材が来たとしても、枚数が多分足りないでしょ。もうちょっと。スキン入手で、あと何枚足んない ?5、もうすでに5だからね。キャンディーネックレスですでに5だから。5、2、3、1。5、2、3、1。全然足んないね。全然足んないね。10何枚足んないから、8枚しか引けないから、そもそも足りないんだけど、まあいいでしょう。IC ボックスで、この4枚入りカード479グロー、9IC でね、1回回せます。行きましょう。てきっ、回しちゃえ。あれ、来た。すべてのカードをビル、どう、お、いいね、スモークレーザー。すごい、レアしか出ないから、レア以上が絶対出るというのがね、IC ボックスみたいです。で、もう1回行こうか。2回目、ドン、どんどん行こう。来い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 。キャンディーコシカの素材。来い。お、いいね。一歩進んだ気がする。一歩進んだ気がする。はい。ということで、残り780グロー、IC になっちゃったので、これはちょっと他の別のキャラ解放に使おうと思っています。スキン入手をもう一回見てみようか。で、キャンディーコシカ2。ちょっと進んだ。キャンディーネックレスが残り4枚。で、スモークレーザーが残り1枚まで来た。で、グルーブサンダーシェイクが残り3枚。で、レコードスクラッチは揃った。
もうちょっとだ。あとグルーブサンダーシェイクが3枚とスモークレーザーが1枚とキャンディーネックレスがあと4枚。これがね、いつか解放できるとき皆さんにまた動画でねご紹介したいと思います。はい、ということで今回は、IC の購入がどんな感じなのか、初めて課金したんでね、それと、あれですね、カード入手の、あら、はい、IC ボックスね、IC ボックスを開けてみたという動画になりました。そんな感じでございます。はい、先ほどキャンディーコシカの、スキンをね今更ながら解放したんですが、まあ、解放したコシカがどんな感じなのか見てみようというのをですね取り忘れたんで後撮りになっております。ここはね編集でうまく構成します。で、コシカを選択してタップするとこのスキン選択でね、ここですよ、デフォルトとキャンディーコシカ1が選べるようになってます。時間内にね必要なじゃねえや、選びたい方を選んでっていう感じですね。さあキャンディーコシカ来ました。これが今回のキャンディーコシカでございます。まあ今更なんでね、私が動画でああだこうだっていう話じゃないんですけど、戦闘開始、足だけ買ってアビリティとかどんな感じ、まあ変わってないんでしょうけどね。あれ、レベルが足んねえ。ウルトは見れないけど、通常攻撃は、まあ、エフェクトとかは特に変わりないですね。なんかスキン3とかになると、スキン3のコシカになるとエフェクトが全然違うらしいです。でパンシーも今みたいな感じで、トワリーもピンクだったよね、もともと確か。まあ、ほんと見た目だけって感じですね、違いは。止まった時とかなんか変わりがないか、変わりないですね。でこの後ジャンプする。はい、ジャンプの前に座ったわ。爪がこれよく見るとすごいカラフルなんだね。この後ピョーンってジャンプしなかったっけ、さっきしたような気がするんだけど。うん、こんな感じでございました。ちょっと比較してみましょうか。 Them catching me? That's funny. はい、という感じでございました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またビングロリ実況でお会いしましょう。それでは皆さん、したっけ。